これからですわ。ありがとう。上がり。行きましょう。ですね。
ここはまるで天国じゃの。いや、長生きはしてみるもんじゃ。海の中だってのに息ができるぜ。これも人魚の不思議な力ってやつか。おかげで海底に沈んだっていうオーブの話が本当かどうか確かめられそうだな。オーブのこともあるけれど、まずは海底王国の女王様に会いましょう。ロミアのことを伝えなければ。お待ちしておりました。ようこそ海底王国ムーレアへ。私は人魚の女王セレン。なんだと？女王さん、あんたなぜ俺たちのことを知っているんだ？私はちょっとした魔法が使えるのです。地上のすべてを知っていますわ。さあ、難しいお話は後にしましょう。早速ですが、あなたがお探しなのはこれでしょう？人間の世界のものは本当に美しい。海底には届かない日の光を閉じ込めたよう。ロミアのことではお世話になりました。これはお礼です。さあ、あなた方にお返ししましょう。
私は見ていました。ロミアと機内のこと。丘に上がった人魚は泡となり消える。この掟を超え愛し合おうとしたのは彼らが初めてではないのです。人間と人魚は共に生きる道を何度も探してきましたけれど、それは叶うことのない夢。私たち人魚から見れば、力も体も弱く未熟な心を持ったあなた方人間はとても危う。しかし瞬きのような一生の中で何かを求め力強く生きる姿はひときわ輝いて見えるのもまた事実。人間が海底に憧れるのと同じように、私たち人魚も地上に暮らすあなた方に惹かれてやまないのです。機内とロミア、巡り回る命の大樹の意志のもと、二人が再び出会うことを祈りましょう。そして今私とあなたが出会ったのも大いなる世界のご意志でしょう。我らが勇者よ、時の流れに身を委ねなさい。大樹がそれを望むのならば、私たちはきっとまた巡り合う。全ては大樹の導きのもとに。
ったね。始めましょう。
お願いね。どう？ありがとう。
はありませんか？うん。ムーンサルト！
心ですね。